犬が大好きすぎて犬に関わる仕事がしたいと思っているあなたへ、犬と関わる仕事がしたいと思っているならトップレベルの技術が手に入るドッグトレーナー犬訓練士を目指すのがおすすめ。どこの学校に入学して学べばいいのか、最短最速2年間でトップクラスの資格が3つ取れる学校があります。日本で唯一可能な学校が日本訓練士養成学校です。学校で指導している藤井聡先生はテレビやメディアなどではカリスマ訓練士と言われています。すごい。トップクラスのドッグトレーナー犬訓練士を目指せます。エクセレント。卒業生には最年少世界大会出場日本代表となった卒業生や、青森県や埼玉県での県内最年少速達警察犬指導種合格者を生みました。知らないとトップクラスのドッグトレーナー犬訓練士になるのに5年から10年以上かかるのも事実です。犬が好き、動物が好き、好きを活用して仕事にしたい、犬仕事でプロになりたい、一生の特技や資格が欲しい、そんな方に向いています。興味がある人は下の詳細を見るをタッチして資料請求してみてください。詳細ページに藤井先生からのメッセージや卒業生の声など詳しく載っています。準備はいいかな。